富山第一高校演劇部の練習場である謎の現象が起きているそうなんですが、ハイスクールチェック、富山第一高校村上です。摩訶不思議な現象というのは一高の都市伝説なんです。あちら、この時計を見てください。この時計止まっているでしょ。止まっている理由とは。時計が止まってる理由を教えてほしいんですけど、ね、あったことにはあったんですけど、ちょっと先生、はい、ここの卒業生で僕もこの部にいたんですけど、僕の時代からずっと時計が壊れては買い替えて、でもまた壊れて買い替えてっていう風には。先生も時計が止まる理由を知らないと言います。他の先生にも話を聞きました。なんか演劇部がここで練習するようになってから止まるという話も聞いてはいる。15、6年ぐらいかな。100均で何度買ってきたかわからないくらい。みんなは近藤先生が知ってるんじゃないかって言ってますね。実はその理由はですね、わかりません。結局はないのかい。信じるか信じないかはあなた次第。私たち演劇部のパワーの源は気持ちになろう。愛せー。